2月8日です。スナック遠藤と絹さや遠藤の定食をしたいと思います。1月17日にハウス内に種まきした半分から右側がスナック遠藤、半分から左側が絹さやエンドウです。この右側がスナックエンドウです。じゃあこちらの左側が絹さやエンドウになります。まあ両方ともほぼ同じように成長しています。これからハウス内に定食していきたいと思います。定食したスナックエンドウと絹さやエンドウです。こちらがスナックエンドウです。約半分、この辺が境にあると思うんですけども、これから絹さや遠藤に入ります。見た目あまり変わりません。こんな感じです。絹さやエンドウもスナックエンドウも大きくなりますんで、ハウスの側壁に沿わして植えてます。寒さにも両方とも強いんでいいと思います。これで、まあ、大きくなるのを待ちます。